さあこのゲームはリーグの開幕戦です。新たなシーズン今日からスタートです。北澤さん、ついにリーグ開幕戦です。誰もが待ち望んでいましたからね、はい、ただ気をつけなきゃいけないですよね。今まで準備してきたものがうまく出せるかどうか、非常に緊張感のある開幕戦ですからね。そうですね、サポーターも今日の開幕を楽しみにしてたと思いますし、はい、期待も高いですよね。そうですね、しっかり結果を残して弾みをつけたいですよね、はい、北澤さん、4-4-2 のシステムで今日来ているんですが、2トップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、まあ、ツートップだけで点が取れるということですよね、うん、あれ2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形が作れればという狙いはありますよね、うん、このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割、理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けると思うので、うん、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップが競った後のこぼれ球をこの選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、うん、はい、まず前半見ていきましょう。アビスパ福岡対ジュビロ磐田、サイド、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。サイド崩されましたよね、突破されて、シュートも守りきれてないですよね、今の。福岡、徹底的とも言えるチャンスのシーンがありました。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。縦へのボール、田中、裏へ出るか、裏へ飛び出した、オフサイドです。キーパーから前線へ、プレッシャー、中村、パスでつないで攻め込んでいきます。福岡、キーパー前へ蹴り出します。さあカウンターのチャンスになります。山岸、カウンターを仕掛けます。裏のスペースを狙う、オフサイドです。遠藤、サイドを使う、松本、おいい形でしょ、クロスを入れる、前、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここはすぐ奪い返します。岩田、松本、左上がっていく、さあ中はいる、さあ中央へ、このクリアボール拾いたい。さあここでカウンター、入るか、オフサイドですね。今日のゲーム、両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね、スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。ふわっと裏を狙う、ここはキーパー処理しました。長いボールを送ります。右サイドを上がっていきます。岩田としては先ほどから前線の両サイドが外に開いてますけども、うん、おそらく中央にスペースが欲しいということだと思うんですけどもね。なるほど、サイド攻撃のためではないんですね。いや、それもあると思いますけどもね、うん、基本両サイドに開くことで相手のディフェンダーを引きつけることができるので、はい、相手守備ブロックの間隔が広がってスペースができやすくなりますからね。あ、なるほど、そこに2列目以降の選手が飛び込むということなんですね。そうですね、遠藤、ここは読んでいました。ボールを下げてリズムを作るか、大きく縦へスルーパスを出す、いけるか、
山田に渡る、山本、ミドル、セグ、いやファインセーブです。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。短く出す、ミドル、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打てますからね。さあ勝負だ、打てよ。山田、岩田が最終ラインまでボールを下げる。キーパーからのロングフィード、長いボール縦へ、ロングフィードで狙う、裏を狙っていきます。遠藤、ボールのここのパス、いいボールでしょ。鈴木へのボール、ここは間合いを取る、中人数揃っている、クロスを上げる、来た、先制、ジュビロ、今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、そこになるような見事なカウンターアタックでしたね。アーティスティックなクロスが頭に届いた、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。ここは確実に決めてきました。さあ岩田、先制ゴールを決めました。1対0、得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。さあつながるか、裏へ届くか、どうだ、シュート、なんと止めた。いやファインセーブでしたね。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。そうか、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。おー、そうですね。仕掛けるか、ボールクリア、ここ拾って次につなげたい、スルーパス、このパスが抜ける、このスルーパスは通りません。ルキアンからのパスは通りませんでした。裏へのスルーパス、これはどうだ、ルキアン、シーマーグ、ここでも横っ飛び余儀なくされます。いやキーパー大活躍ですよね。大連続で止めることができるとキーパーとしては非常に寄ってくるんですよね。相手の早いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。なんとか出します。いやいい反応でしたね北澤さん。いやあの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。一旦前を取る、裏のスペースを狙う、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半から得点が動いています。
さあ前半いかがでしたか。効果としては前半の半ばぐらいまではねいい戦いをしてるなと思ったんですけどね、結局先制されてしまいましたね。後半はまずしっかり守ってペースを握っていくことでしょうね。アビスパ福岡対ジュビロ磐田、では引き続き試合をお楽しみください。後半です。この後半の入り方って非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れない、けど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど。山田から左へ山岸、村上大きく前線へ、ここは通しません。スルーパスを狙う、さあ抜けた、大井、山本、遠藤へ、このパスを防ぎます。田中、前へ、レースを狙った、コーナーキックとなります。福岡チャンスを迎えたシーンがありました。裏を狙っていきます。この柔らかいパス、ちょっと伸びてしまいました。磐田は先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で少し淡々とアンカーを狙っている感じですよね。少し北澤さん、シュート、アビスパ決めた、ここでスコアをフラットに、いいですね、この展開はファンも思いますね。いやよく反応しましたね。いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。ここは確実に決めてきました。これで今日のゲーム面白くなってきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。湯沢、裏のスペースを狙う、シュート、これはわずかに左でした。両チームともメンバー交代があるようです。このボールはつながりません。福岡、これはスローイン、ですからボールがこぼれる、杉本から緩いフィードボール、チャンス、来た、シュート、しかしこれよく止めましたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ福岡なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。
リズムを刻む。さあどこに出してくる。ゴール前ちょっと混戦状態でしたね。シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。バンバン裏へのスルーパス。ここは通しません。ボールを裏を狙う。いいボールだ。この位置でボールを受けます。さあシュート。ミューラー、いやいい反応でしたね北澤さん。いやあの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。前さあカウンターを仕掛けます。さあ左サイドへ。中は枚数います。父が中央へ折り返す。これは直接キーパーへ。奈良から大きく縦へ。カウンターを仕掛けていきます。緩いボールシュート。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。バットからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。岩田、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。これ仕掛けるか。スルーパス抜けた。フリーだ。来た。シュート。ゲームをひっくり返します。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いやチーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、そこになるような見事なカウンターアタックでしたね。花森、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあ岩田、2人の選手を入れ替えます。さあ福岡、1点をリードしてリスタート。福岡としてはこの重要な場面でね、なんと言いますか、モチベーションを保ち続けたというね、はい、その結果が出ましたよね。そうです。ルキオン、シュート得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。そうですね、得意の形でしたし相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。さあ福岡リードを2点に広げてリスタート。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね。ここはオフサイドありません。ルキアン、ここは奪います。金森、体を張ります。中村、ゆるく狙ったボール、このシュート。これで点差は3点です。
シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、決めてくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。金森、今日2点目のゴールです。さあ福岡3ゴールリード。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。シュート、ゲット、ジュビロ、あと2点というところまで来ました。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。いや、出しても素晴らしかったですけども、入ってくるタイミングも絶妙でしたよね。スピードを起こせば相手に守られてしまいますから、非常にいいボールが入ってきましたよね。ともに選手交代があるようです。さあ岩田、まだまだ勝負は諦めません。重弘、福岡、もう無理にはいきません。スルーパスを出す、ここで収まる。遠藤、一旦戻します。山本、ふわっと裏を狙う、裏へ届くか。さあカウンタースピードを上げたいところ、来た、スーパー、進んでくる、さらに突き放します。これで3ゴール差。三浦がこう弾いたボールでしたが、これをうまく詰めました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。ハンブルを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。金森、当然ハットトリックということになります。どうか、3点リード。金子、アーチのようなパス、オフサイドです。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。福岡としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。福岡が見事な逆転勝ちで試合を決めています。